二代目、大川橋蔵4月9日から1984年12月7日は、東京都出身の歌舞伎役者、後時代劇の俳優。本名は、庭富明、旧姓は小野。柳橋の芸儀の子として出生し、生後間もなく、小野家の養子となる。養父は、市川滝行進という歌舞伎役者で、 端正な顔立ちの、不正を役者に育てようと、幼い頃から舞踊を仕込む。後、知り合いだった四代目、市川おめぞうの部屋ごとした。1935年11月、市川男女丸を名乗って、初舞台を踏む。その時舞台を務めていた六代目、小野菊久五郎に素質を認められ、囲碁目をかけられるようになる。1944年10月には六代目の妻、 寺島千代の養子となり、その実家の庭生を継ぐとともに、二代目大川橋蔵を襲名した。大川橋蔵は、かつて三代目菊五郎が一旦引退した後、舞台復帰した際に名乗った由緒ある名跡である。実施がないので、養子を取ったら、今更ながらに実施に恵まれてしまったという複雑な、家庭の事情を持つ六代目が、 この名跡を橋蔵に与えて、妻の養子とした意味は大きかった。橋蔵をもう一人の、菊五郎の継承者候補とすることで、三人の子はより一層の、切磋琢磨を強いられることになったのである。この頃から六代目は体調を崩し始め、晩年はその芸も曇りがちになったが、それでも橋蔵は1949年7月に六代目が、 死去するまで一つ屋根の下で暮らしを共にし、音羽や送電の芸のみならず、役者として、そして大看板として己がいかにあるべきかを見に、つけていった。六代目なき後は、菊五郎劇団に属し、主に、娘役として、頭角を表すようになる。菊五郎劇団のお山としては、まず七代目、尾上枝梅子がおり、次に七代目、中村福助が控えていたが、 橋蔵はその後に控える第3の地位を占めるようになった。しかし六代目という絶対的な後ろ盾を失った橋蔵は歌舞伎界の前途や自身の将来に不安を感じていた。またこの頃、一足先に大英から銀幕デビューした八代目市川雷蔵が自分とよく似た境遇にあった橋蔵に映画界入りをしきりに進めていたという。 1953年に、東映入りした、中村金之助の映画会入りの際のごたごたなど、保守的で硬直化した、当時の梨園の内部事情も影響し、最終的に映画会入りに際して、歌舞伎の世界と縁を切ったが、歌舞伎に対する敬意と愛情は修正持ち続け、映画転校後に、自身の一座を組んで、舞台公演を行う際には、必ず、お夏、狂乱、鏡獅子、 船、弁慶などの歌舞伎舞踊を中幕の演目に選び観客を喜ばせた。1955年12月、笛吹き若武者でデビュー。しかしこの時は歌舞伎に席を置いたままだった。2作目の旗本退屈男を取った後牧の三つ男の誘いに応じて東映に入社。デビュー作、笛吹き若武者で共演した三空ひばりから。 本名の不正をもじっていきなり、トミーというニックネームをつけられ戸惑ったが、これが映画界の先例となった。この後、東千代之助、中村金之助、市川雷蔵大川橋蔵の4人は、二助に蔵と呼ばれ、橋蔵も若手時代劇スターを代表する一人として、昭和30年代の日本、映画黄金時代の立役者となっていく。 1960年代以降、映画全般がテレビに押されて、時代劇は社用の時代に入り、東映画、薬剤映画に路線転換していくと、舞台やテレビに活動の場を移した。擬音で馴染みの芸儀であった沢村真理子と1966年3月に結婚した。1956年2月東横ホールを最後に映画界へ入って、以来の舞台へ。 1962年8月より、東映歌舞伎が、明治座で公演。7月に、準備のために、東京へ向かい応募と一緒に、養父六代目、小野菊五郎の墓前へ、東映歌舞伎出演の報告をした。歌舞伎出身の橋蔵は、主力メンバーとして出演。他に、市川歌右衛門、片岡千恵蔵、大友龍太郎、東千代之介らがいる。 銀幕スターが生で見られるとあって、明治座始まって、以来の客入りで、明治座の扉が閉まらなかった。橋蔵は、昼の部の、濡れつばめ三幕を皮切りに、夜の部、入れずみ方眼三幕五場花の折りずる傘四幕十場に出演。特に、花の折りずる傘は好評で、半年後に映画化、映画より舞台が先に発表された珍しい例と言える。 翌年の第2回公演以降は橋蔵が座長と言っても良いほど舞台の中心に位置するようになる。東映歌舞伎の舞台出演は橋蔵の舞台への教習を呼び覚まし、その後歌舞伎座の橋蔵公演へと繋がっていく。1967年12月から大川、橋蔵特別公演で11年ぶりに歌舞伎座の舞台に復帰。初日は13代目二左衛門。 17代目宇ざいもん、3代目、サダンじなどが、歌舞伎から、多数出演した。橋蔵は、舞台パンフレットに、初日のことについて、第1回初日を終えて一人化粧前に座ったとき、感激で溢れる涙をどうすることもできなかったと、語っている。1968年12月の歌舞伎座での、鏡寺子では場内割れんばかりの拍手の嵐となり、かつて、 菊五郎劇団の小山、舞踊の上手さで頭角を表していたが、門伐の壁ゆえ果たせなかった夢を映画で成功させ、一枚看板で歌舞伎座を超満員にした。演劇賞多数出版したといた工事は、朝日新聞に、どんな時でも橋蔵は、本格の歌舞伎舞踊を必ず演じてきた、中略、映画。 テレビの世界に入っても歌舞伎から育だったこと、六代目によって芸道の処方を与えられたことを決して忘れまいとしている。今日の鏡寺氏はかつて菊五郎劇団のお山だった時の舞台感覚を少しも失っていないういういしい色気を持っていた。とコメントしている。1966年5月から富士テレビでゼニ型平時が放映開始。 以後修正にわたる当たり役となった。1960年を過ぎるとテレビは家庭に浸透しており、それに伴う観客の目減りを抑えるのに必死だった。映画会社は五社協定によってテレビに映画俳優を貸さない姿勢を強めていた。富士テレビでは橋蔵をテレビ時代劇にと考え頼んだが東映は貸さないと断った。別の俳優だったらと、 里見光太郎へ話を持っていくが里見が VTR にこだわったため、橋蔵に白羽の矢が立ったという。映画会社が貸し渋る俳優の中には、いざ解禁しても時すでに遅し、鮮度を失った俳優も多くいたためで、橋蔵の銭形平時は映画スターが茶の間で見られることと、映画当時の橋蔵ファンが結婚して、家庭でテレビを見られる世代へとそのまま、 スライドしだか視聴率につながった。1984年4月4日、ゼニー型平時が最終回を迎え、18年間で888回に及ぶ長期シリーズに終止符を打った。この時点で、一人の俳優が同じ主人公を演じた一時間ドラマとしては、世界最高記録となり、ギネスブックに認定されている。雑誌ヶ谷霊園。 大川橋蔵の墓1983年9月頃より体調を崩し入退院を繰り返していた。遺作となった町長さんと息子たちの撮影中に倒れ11月25日に最後となる入院時すでに結がんが肝臓に手にしている状態だった。病名は本人には告げられなかったが自らの病気を察知し医師に対して 大酒も飲まず、タバコも飲まず、食事にも気を使い、いつも腹に健康体を巻いてきた私が、なぜこんな病気になったんですかと訴えたという。1984年12月7日午前1時29分、死去。55歳没。長男は、フジテレビプロデューサーの庭智弘博士。主に時代劇や商業演劇で活動している。 俳優の庭定人は次男。兄弟ともに、父と、銭形平次で共演したことがある。養父は六代目、小野菊五郎で、養母、千代の実家である庭家に、養子入りした。七代目、小野江賠と二代目、小野江黒衛門は二位。十七代目、中村勘三郎と六代目、清本演樹太夫は、 義系で、七代目、小野江菊五郎と波野栗子と十八代目、中村勘三郎と七代目、清本縁樹太夫はそれぞれ、老いと命に当たる。またそれ以外にも、鶴田孝二、春藤博士、三田広子、七代目、松本幸四郎、初代中村吉右衛門、二代目、松本白鸚、二代目、中村吉右衛門兄弟、二代目、中村志道、十二代目、市川團十郎、 九代目、中村福助八代目、中村四官兄弟などと、遠石関係にある。ありがとうございます。